さて、次は炎のジムリーダーだな、行くぜ。こんにちは、ツチノコです。さあ、続きやっていきましょう。また?お、もう、先、全部先に行くんだな。先が好きなんだから、本当にホップは。わお。何ここ?誰?なんで真ん中だけ毛が生えてんの?倒すと1ポイント、捕まえたら2ポイント。なるほど。よし。来い、捕まっちゃえ。よし。よし、捕まえたい。ここはスーパーボール投げよう。麻痺もしてるし、捕まってくれるよね。ここは逃がしたくない。オッケー。よっしゃー、クリアしたぜ。熱いなー。いけ、チャレンジャー。この小走りちょっと笑える。わ、すげえ、背景めっちゃ動いてるぞ、バラバラに。細かっ。ようこそ、僕が炎タイプのジムリーダーカブだ。草タイプの野郎、水タイプのルリナを退け、よくぞここまで来たものだ。どのトレーナーもどのポケモンも勝つためにトレーニングしているだろう。だが戦う相手も同じように努力している。勝負の分かれ目は本番でどれだけ実力を出せるかだ。また小走りになってる。勝負だ。鬼火か。よし。火の粉。次はウィンディーか。でかっ。さすが伝説ポケモン。わ、結構強いな。奮い立てよう。
あんまり耐えられないな、これ。いやー弱い、まずい。4。これはちょっとダメだね。青ガラス行け。え、マジで高速移動？あ、ちょっとまずいな、これ。高速移動されちゃった。あ、まずい。よっしゃ、今一つでもニトロチャージで大丈夫だったぜ。危ねえ危ねえ。丸役で、よし、ここだ、行け、かじり亀。カブよ、頭を燃やせ、動かせ、勝てる道筋を探すんだ。大ストリーム。ダイマックスで姿も変えろ。姿も？かっこいい。レッグーザじゃねえか。大ストリーム。おお、強い。マジか、やるじゃねえか。うまずいぜ、これは。大ストリーム。いい勝負だな。
やられちまったぜ。頭突き、ほら、よし、立ちました。いいポケモントレーナー、いいポケモン、いいトレーナーだ。君たちは勝って当然だよ。ジムチャレンジ始めの関門と呼ばれるこの株に勝つとは、僕の長年の経験を君の才能が上回ったな。僕もまだまだ学ばないとね。君たちは間違いなく最高のチームになる。今日は戦えてよかったよ。ありがとう。3番目のバッジゲットだぜ。ジムバッジを3個も集められずにジムチャレンジを諦めるトレーナーは数多くいる。だから僕に勝った者はみんな見送ることにしているよ。みんなでお見送りか。いけいけホップ、やれやれ土の子、頑張ります。ミロカロ池だって。わあ、レパルダスいる。わあ、ナックルシティ気合のタスキもらったわ。ねえ君、あの噂知ってる？何？知らない。知らないの？好きな子に告白するとき、カジッチをプレゼントすると結ばれるって噂だよ。へえ、実は僕好きな子がいるんだけど、その子もうすぐ海外に行っちゃうんだ。最後に思いを伝えたくてカジッチしてる、探してるんだけど、全然見つからなくて。捕まえたら、ああ、カジッチ持ってないな。ローズ院長、願い星もジムバッジも順調に集めてます。さすがね、ビート選手、選ばれたのことを忘れずに頑張るのね。願い星がたくさん あれば院長を煩わせる悩みが解決するんですよね。いや、私の問題ではなく、ガラル地方の未来のためだよ。願い星だけではなく、チャンピオンのように強いポケモントレーナーも必要さ。お言葉ですが、チャンピオンが推薦したトレーナーの一人ホップには実力の差を見せつけました。僕ならチャンピオンにも勝ちます。勝ってみせます。いいね、みんなで競い合い、ジムチャレンジを盛り上げてよ。話したいことがあります。ちょっとよろしいかしら。なんだろう。話は聞こえていたかね。君も知ってるように、願い星はダイナマックスバウンドにも付けられている不思議な石。ポケモンを巨大化させるだけではないエネルギーを秘めているんだよ。詳
詳しいことが知りたければスタジアムに行くといいよ。へえ。エネルギープラントか。ははは。わかりやすいエネルギープラントの解説だよ。なるほど。来たんだ。すごいよ、宝物庫。ガラルの歴史を伝えるタペストリーが残されているの。願い星、厄災の訪れ、厄災を追い払う剣と盾を見る若者、王冠をかぶる若者。ガラルに王国ができた時の物語を伝えるタペストリー。若きジムチャレンジャーさん、何か気になること。そうだな、英雄は二人なの。さすがだね。エンジンシティのホテルにあった英雄の像はどう見ても一人でも、ここのタペストリーでは若者二人と記されている。英雄は一人なのか、それとも二人なのか。ブラックナイトとは何だったのか。話を聞いてくれてありがとう。考えを整理できたわ。甘える、甘ちゃん。宝物庫のタペストリーに描かれているのはガラルの英雄。チャンピオンダンテが今だと英雄だな。ツチノコのゴールドはスーパースターダンテに勝つことだ。なるほど。あれ、何これ、なんとかわいい砂蛇。可愛すぎる瞳。ちょっとツチノコっぽくない？我々エルダンは砂蛇が安心して寝れるように応援している。あんたたちポケモンは起こさないから通してもらうよ。どうぞどうぞ。優しい。あ、後ろちょっと可愛いな。安全ピン。あ、ツチノコ、ラテラルタウンに行くんだよな。そこ通っていい？あなたたち子供はうるさいので通行する。マジかよ。そこでうるさくしてる方が邪魔でしょう。砂蛇が起きてしまいます。わかったよ。通らせてもらわないとラテラルタウンでジムチャレンジ挑めないぞ。勝負しよう。砂蛇が起きます。砂蛇って何なの？仲間にしたい砂蛇。今の騒ぎで砂蛇が目覚めるかもしれませんよ。去るんかい。ツチノコとパルスワンのコンビ本当にすごいぞ。パルスワンが相棒になっちゃった。俺ビートにボロ負けして。負けたのはいいんだ、勝負ってそんなもんだろ。負けてばっかじゃねえか、ポップ。ただあいつに兄貴の名前に泥を塗っていますねって、そんなこと言わせた自分が悔しくて嫌なんだ。ちょっとかわいそう。自慢の兄ちゃんなんだもんね。だから戦わなかったのか今の勝負。おい砂蛇、一緒に来ないか。ちょブサイクだったな。ちょっとブサイクだったな。ノコッチの代わりにはならないな、残念。誰だ。あら、あれじゃん、ジブリに出てくるおばあさんじゃん。あたしはポプラさん、詳しくはカードご覧よ。ほら、ポプラさん、名前は可愛いね。ところでどこかであんたの本気見せてもらうとしようかね。はいしょいしょ。遅。カゲロウがすごい、影が。
人のお姉さん。綺麗、大人のお姉さん。ポケモンをより深く知るために勝負をすることも大事なんだ。ドクターとしてチェックさせていただきます。医療チームの直樹と綾音。レトルトカレー使ってカレー入れたらカレー作ったらどうなんの。レトルトカレーよー。あ、かわいい。ちょっと待って、めちゃ皮なんだけど。いや、パルスワンの顔。魔法ミル級の美味しさでした。バックパッカーのカナ。勝負に強いモデルというのがあたいの、あたしのアイデンティティなんだよ。ゴージャスだね。モデルの姫子。あ、出た。うわ、入れようかな。よし、眠らした。脱皮。何それ、マジ寝ないの。捕まえたい。来い。よし、ちょっと仲間にしようかな、迷うな。鼻の穴から砂を噴射、敵の目をくらました隙に地中に潜って身を隠す。砂蛇ポケモンか。かじり画面もちょっと嫌だな。どっちかだな。かじり画面リストラしようかな。うん、かじり画面しよう。お互いの最高をぶつければポケモン勝負も芸術だ。芸術家の大輝。ピカチュウ作ってんのあれ。ほとんど野菜じゃねえかこれ。そうなんすきゅう。着いたわ。おっしゃ。よし、じゃあ次は、ジムリーダー戦やっていこうと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。